今、時価総額いくらくらいの関心しますか？まあ、いくらのやつでも関心はしてますけど、デイトレするなら100億以下はできないですね。200億以下もしんどいですかね。板がないんで。あと、長期で持つにしても、めちゃめちゃ大型株だと、値幅取りにくいんで、その間がいいですかね。1000億以上とかなったら、ってなります。まあ、持ってないことはないんですけど、一つぐらいは買いで1000億以上のやつ、一つか二つはあるかもしれないですけど、でもまあ、ってなりますね。よっぽど長期で2倍とか感じですかね。まあ、これはもう、世界がこっち向かってるから、いや、そらまあ、何年後かには、そらまあ、2倍ぐらいになってんじゃねえみたいな感じで、テンション上がんないけど、3億買っとくか、とか、なんかそんな感じで、全体のポートフォリオから考えて、じゃあこれぐらいそういうのにもお金入れとくか、みたいな感じで買うことあります。テンション上がらないやつに3億。いや、でも大型株なんで3億入れれるみたいな感じです。大きい株になればなるほど動きが鈍くなりますから、たくさん入れてもその安心感もありますし、下も硬かったりするし、みたいな感じですね。じりじり上がるんじゃないか、みたいな。ちっちゃい銘柄に3億買うのと、トヨタ3億買うのとでは全然リスクが違うわけです。結構金額でリスクを決めちゃったりするんですけど、金額だけじゃなくて何持ってるかによって当然リスクは全然変われるわけなんで、そういうのも考えて、自分がじゃあ例えば1億持ってますと。1億持ってて、じゃあ3億立ててますって聞いたらもうめちゃめちゃ危ない感じするじゃないですか。まあ確かに3億は危ない気もするんですけど、小型株をなんか3億円信用で買ってるっていうのはめちゃめちゃやばいですけど、トヨタ3億って言われると、まあ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 ぐらいの許容されるとか、3倍は危ないですけど、まあじゃあ1億5000万とかってなると、まあレバーかけててもまあまあ任天堂1億5000万だったらまあみたいな感じにもなりますし、じゃあ任天堂とトヨタとユニクロとに分けて5000万ずつで1.5億、1億しか持ってないけど1.5億って言われたら、まあそれはあんまりリスクないかなみたいになってきますし、分散と会社の大きさを組み合わせることによってリスクっていうのは金額は同じでも変わってきますので、そういうのも注意が必要です。はい。